『朝ドラ』べっぴさんあらすじ予告第34話『ワンピースに憧れるみゆき11月10日目放送分危機物語小1の了解を得た君江がキアリスに復帰しましたすみれ明美君江の3人が店の切り盛りをしていたある日客の1人から夜泣きの相談を受けたすみれはひらめきました 明けの育児に関する専門知識を生かして育児に関する相談に乗るベビー相談室を始めようとすみでが発案したベビー相談室はイソヤから考えることを求められていた3つ目の売り文句となりましたその頃、ろみゆきという名の少女が店に何度も足を運んでいましたみゆきはショーウィンドウの中に飾られたワンピースに憧れていたのです そのことに気づいたすみれはそのワンピースをみゆきに着せながらり子の仕事の質の高さを思い知らされるのでした。